あ、柴ホラン。最後通信になった時に、柴さんって可愛いよな。通信止めずにコックピット行った理由とかありますか？結構マジ可愛くない？あ、なるほど。舐めてた最近。あ、そのチンポを舐めてた。え、どっち入れたみんな？待ってぐちゃぐちゃ。どっち入れたってお前さ、柴さんに決まったの入れるなら。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、今チンロでした僕。すみません。ごめんなさい。ギザクさんと柴さんどっち入れるかって言ったらさすがに夏場しなかった。ギザクさん入れます。ごめんなさい。なんかスプリットしたらあれなんで怖いよな。スプリットないんで、はい、そっか、まだないのか。あ、夏シアさんがいっちゃう感じですか。別に逸郎先生なら相当有利な。やべ、俺緊張してきた。ちょ、お前ら夏シアさん可愛いとかトークやめろって。緊張するだろ。ギザクちゃん入れます。わかるこの話、わかるよな。なんか直前までラインしとったらさ、やべ緊張する、やばい、あれな感じが。やっべ緊張する。え、わかるわかるな、これわかるな。なんかその子の噂してる時に前にパッと洗ったらおおってなるみたいな。あ、改めて見ると可愛いな。止めざるを得ないんですけど、これはもう。え、俺と引き換え止めることはできないんですけど。どういうこと？無理っすよね。ん、やべ緊張した。俺と比較さん、左パンのもう一回よ。俺と比較さんとドギマギ、ドギマギだ今。リリーちゃん、一平ちゃん、ワイスさん、あるよな。消えてランちゃんぐらい。ランちゃんのシャワー。え、でも夏島ちゃん置いていったんだよね。うん、置いてった。うん、やっぱなおどう思う俺、やばいから緊張してる。レオちゃん、お前は少し緊張してるぞ。まさか。平常心、平常心。あ、ありがとう、ありがとう、なおど。じゃあそこで見ててくれ。キュアホワイト鈴木その子やん。高井さんですよ、どうも。やられましたね。やられましたよ。まんまと。え、私は猫から始まる名前の人にやられましたか。あ、猫さんなんですか。あ、そちら別のお方で。私違う人。ああ、くそー、やられたぜマジで。なんか早いわ後半。暇ですね。いや、いいんですよこうやって。あのね、もう人狼でもう心キュウキュウになってる状態で、あの船内うろつくより幽霊部屋で誰々喋った方が性に合ってます私。確かに。そう、人狼多かったですよね。人狼多かった。中井さん分かりました。あのね、人狼はねお肉です。あの1日1回でいい。ああ、お腹いっぱいになっちゃう。お腹いっぱいになっちゃう本当に。なんだ俺のトークは。僕は童貞だ。なんで暇ですね。あ、じゃあ LINE とか交換しちゃいます。言えよバカチンが。じゃあ